あんた一体何しに来たんだ。戦いに来たんじゃねえのか。妹だ。妹？ルシにされた。パルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか。ああ、妹さんの使命は。その子がルシにされた時、ファルシに何を命令された。やっぱり悟空を壊すとかそういうもんか。聞けなかった。いいか姉ちゃん、ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。その使命を果たせないと、ルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも、そう、な、ルシになった人間を助ける方法はね、たとえ使命を果たしても。普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのような奴がパージを始めたんだろうな。これが死骸ってやつかよ。ルシにされて死骸になっちまったんだ。攻撃が始まる前に。なんだ。パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったらあんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん、セラー。一緒に帰ろうな。離せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。悟空も守って。使命か。それがお前の使命なのか。分かった。任せろ。守るよ。俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ、私が何とかする。安心したろ。ごめんね。you
士の使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。伝説の通りか。僕頑張った。頑張っただと、ふざけるな。セラは、セラは生きてる。伝説だ、ルシの伝説だよ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく予定地点に到達する。地上班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ谷が突った。帝国通りに投降できた。かけらも残した。アルフの異物は殲滅だ。やれ。ファルシに会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシにお願いするってか。そんなに甘いわけあるか。向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。姉さん、これがファルシ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろう。セラを元に戻してくれ。頼む、セラを助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。バカ野郎が、ファルシが人の願いなんか聞くか。姉さん、こいつのせいでパージが起きて人間同士殺し合いだ。セラはコクーンを守れと言った。こいつを倒せってことだ。
人がファルシに勝てると思うか。セラを私に言い残した。ドッチ、付き合うぜ。素人が邪魔じゃなけりゃな。こいつの始末は俺の務めだ。悪いな。
いから未来が見えてしまって悲しいから目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。